第3都南丸は日本水産が所有していた捕鯨母船。収益時の第3都南丸。大阪鉄工所大阪桜島造船所で建造され、1938年9月23日に竣工した。前年に竣工した第2都南丸の同型船で、太平洋戦争前は主に南極海での捕鯨に使われていた。第3都南丸は、 太平洋戦争直前の1941年11月に日本海軍によって徴用され、11月1日付で特設運送船として補給隊に編入された。11月25日に横須賀を出港し、佐世保、佐川を経由して12月8日にカムラン湾に到着。英領ボルネオ攻略に参加した。12月13日。 第3トナン南丸を含めて10隻の輸送船が、第12駆逐隊などに護衛されて、カムラン湾を出撃。12月16日にミリ、ルトン、セリアイの上陸が行われ、上陸後、第3トナン南丸は、ミリへ資材などを下ろした。続いて、駆ン攻略が行われ、第3トナン南丸など6隻が、駆逐艦2隻と総海底2隻の護衛で12月22日に、ミリから出撃。 しかし、23日に、戦団は、オランダ潜水艦、K14 の襲撃を受けて、第3都南丸を含めて4隻の輸送船が、ひかみなりした。第3都南丸は、中橋たが、航行は可能であった。12月17日に、第3都南丸は、カムラン湾へ向かい、その後修理のため日本本土へ向かった。1942年2月1日、号到着。 修理は横浜造船所で行われた。1942年11月1日から横浜造船所で石油輸送専門に戻す作業が行われ、1943年2月25日に特設給油船に変更された。第3都南丸は太平洋戦争中に数度、米潜水艦の来撃を受けた。 1943年7月24日にティノサの魚雷を受けた際には、ティノサは合計15本の魚雷を発射しそのうち12本が命中したが、魚雷の新艦の不良のため、爆発したのは2本のみで、残りはすべて不発だった。しかし爆発した魚雷がスクリューにダメージを与えたため自力航行ができず、トラック島まで栄光された。損害の大きさから、 第3都内丸は、輸送船としてではなく、海に浮かぶ重油タンクとして、しばらくトラック島に留まることになる。なおこの時、船体に魚雷が突き刺さったままの姿が紙にかんざしを刺したオイランのようであったことから、オイラン船と言われた。トラック島で、工作艦赤市が、長期にわたる修理を実施した結果、1943年11月に、再び船として復帰し、 輸送任務に就くことになった。1944年2月17日、アメリカ軍によるトラック島空襲に遭遇して、避弾炎上をし、19日2時10分に沈没した。監督官等、大同時進む大佐、1943年2月20日から1943年5月25日、大同時進む大佐、1943年5月25日、戦後、 南極海での捕鯨を再開した日本水産が、高性能な捕鯨母船を必要としたため、第3都南丸が最終駅可能か調査が行われ、不養可能、修理可能の判断が下された。1951年3月に不養され、日本まで栄光されて、ハリマ造船所で修理が行われた。なお、不養させるときは、陸から引っ張ったりせずに、 日本から来た船だけで不要に成功させている。これは国内で撃沈された艦船の不要、解体で高い技術を持っていたからできたことである。トナンマル、第二トナンマルは戦没していたため、捕鯨母船としての最終駅に伴い、船名はトナンマルに変更された。10月17日に最春行。最春行と同時に、 GHQ の日本商船管理局によりスケージャップ T323 の管理番号を与えられた。最終工後は再び南極海での捕鯨に従事することとなり、タンカー海層の橋立丸に代わって第6次南氷用捕鯨から日本水産の母船として出業している。その後も北洋南極海での捕鯨に従事し1971年に引退。 広島県呉市の対岸、江田島で解体された。ありがとうございます。